一宮市広報アイラブ一宮、司会の玉越義博です。どうぞよろしくお願いします。今なお猛威を振るっている新型コロナウイルス、そんな中市民の皆さんが一番気になっているのがワクチンではないでしょうか。そこで今回は新型コロナワクチンの接種について詳しくお伝えします。今回は新型コロナワクチン接種推進室の松岡さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、現在の市内のワクチンの接種状況について教えてください。はい、市では3月8日から国の接種順位に従って医療従事者等への接種を開始しております。その後は高齢者、基礎疾患を有する方や高齢者施設で従事をされている方、そしてそれ以外の方の順で接種を予定しております。接種の対象にですね、子どもは含まれるんでしょうか。接種の対象は16歳以上です。妊娠を希望されている方や妊娠中、授乳中の方も接種をすることができます。接種による感染症予防の効果と副反応によるリスクを理解した上で、自らの意思の同意のある場合に限り接種をすることができます。なるほど。接種を受けるためにはこの自分での同意が必要なんですね。接種は2回必要と聞いたんですけれども。はい、ワクチンは2回接種していただかなければ想定された効果が得られません。高齢者への優先接種に使用するワクチンはファイザー社製のワクチンで、1回目の接種の3週間後に2回目の接種をしていただきます。またワクチン接種の費用は無料です。全額公費となっております。それでは接種までの流れについて詳しく手順を見ていきましょう。今は高齢者の方が接種の対象ですよね。はい、4月16日からこちらのクーポン券を発送しています。クーポン券には券番号が記入されており、接種の予約時に必要となっております。では接種の予約はどのように行うことができますか。ご自身の接種可能な時期と接種希望場所を市ウェブサイトやコロナワクチンナビで確認し、電話またはインターネットなどで予約をしてください。接種が受けられる会場は特設会場の中保健センター、西保健センター、北保健センターと市民病院をはじめとする市内の協力医療機関、合わせて150施設を予定しています。なるほど。このたくさん接種を受けられる施設を用意しているわけですね。それでは電話で予約をする際はどちらにかければいいでしょうか。市の特設会場等の電話予約は新型コロナワクチン接種コールセンター 52-7755 で毎日午前8時半から午後5時15分まで受付をしております。市内協力医療機関は直接医療機関へお電話ください。ではインターネットでの予約の手順について教えていただけますか。ネット予約は市ウェブサイトから専用予約サイトにアクセスしていただくか、接種のお知らせ裏面の二次元コードからアクセスしていただきます。どちらの方法でも券番号と生年月日が必要になりますので、必ずクーポン券をお手元にご用意してからご予約ください。なるほど。予約は電話かネットでお願いします。それでは接種を受ける際に必要なものはあるでしょうか。クーポン券、本人確認書類、
マスクを必ずお持ちください。さあではここで一宮市がワクチン接種の運営に向けて実施した訓練の様子をご覧いただきましょう。それ入ります。ありがとうございます。3月25日、北保健センターで新型コロナワクチン接種の運営訓練が行われました。今回運営訓練に参加したのは一宮市医師会の10人と市内のボランティア団体20人の合わせて30人です。今日初めてですかということで、はい、ご記入していただいて、なんで、本番でございます。こちらの接種会場というところから中でいただいてお話しします。訓練では受付から接種、経過観察など一連の流れの実践、確認が行われました。この訓練はワクチン接種の会場となる中保健センターと西保健センターでも行われました。はい、わかりました。過去にお薬などでアレルギーなど出たことなかったですね。はい、大丈夫です。あとの絆創膏がいかんときはある。じゃあちょっとチクッとしますけど、もうすぐ終わりますので、スピシュ入れませんか。終わりましたので、日本はしっかり、これまでは経過観察が必要ですので、大人のところの座席にこの時間になるまでお座りください。松岡さん、接種に向けて準備は万端といった感じですね。そうですね。ただこのワクチンの接種を受けた後の副反応というのは心配ですよね。はい、ワクチンを接種後15分ほど待機をしていただきますが、その後も念のため様子を見ていただいた方がいいかと思います。もし副反応と思われるような症状が出た場合は、接種医やかかりつけ医にご相談ください。また副反応による健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。松岡さん、ワクチンの接種に伴う詐欺被害もあるんだそうですね。はい、県や市の職員の名前を語り、新型コロナワクチンが接種できると嘘を言い、現金を要求する不審な電話が発生しています。市の新型コロナワクチン接種は無料です。一切費用はかかりませんので、不審な電話には十分ご注意ください。わかりました。皆さん、接種は無料ですので覚えておきましょう。さあ、それではワクチンの接種に関する情報をお伝えしてきましたが、松岡さん、最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、接種を希望する方全員のワクチンは必ず供給されますので、今は焦らず接種までお待ちいただければと思います。なるほど。やはりこの新型コロナウイルスに対抗するためには、このワクチンというのは切り札ですけれども、このワクチン接種は順番があるので、皆さん焦らずに待ってほしいということですね。はい、皆さんそれまでの間はしっかりと新型コロナウイルス対策をしましょう。さあ、ということで今回は新型コロナワクチン接種推進室の松岡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回をお楽しみに。愛知県からまん延防止等重点措置に伴う外出自粛のお願いです。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、昼夜を問わず不要不急の外出を控えていただくとともに、日常生活の中で基本的な感染防止対策を実践してください。一人一人が感染しない、感染させないを徹底し、ご自身と大切な人、そしてふるさと一宮を守るため、ご協力をお願いします。